調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。ああ、そうだな。あんなに急いで。お弟子様が後を追って。あんなに急いで。わかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、バイ
キ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがか。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけます。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってのさ。じゃあもう一杯おくれよ。少しでも足しになるならよ。間違いねえ。賊が森の中にいんのさ。ああそうさ、あの世の入り口も湖にあるな。いや、あいつらの寝床を見たのさ。俺たちが先にやらねえとみんな読み送りにされちまう。脅かすんじゃねえよ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりませぬ。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。愛子殿に差し上げたいが一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも女房の身に関わる。
いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。ヒロキ殿、こちらへ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございません。そして拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。
切れ。こいつを楽にしてやれ。命乞いするなら今の話じゃ。楽にしてやれ。喜ぶ。さあ、一体何が望みで、こんなことをしておるのだ。楽にしてやれ。願いでござりまする。ご神よ。かたじけねえ、かたじけねえ。ロボをどこへ連れてったら。こんなに血が
もうすべて失っただ。この向こう水なもののふは誰だ。聞け、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り刻んでやる、切り刻んでやる。逃げるなら今のうちじゃ。様の化身か何かでございますか。かたじけない。色木様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定する頃じゃ。これで使いを落とせ。用なしのゴキかぶりが。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。相方が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御子以来の極悪人だが。
してくれるんだい。もう閉じろ。あん抜きをせねば。そこの木を持ってこい。あれをせい。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。おかぶりか。そこで止まれ。頼む切り刻んでやる あなただあいつらは全部持って行きやがった。これは先生の行いか。
ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。さあ参れ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父先生の名を汚すようなことはしません。のごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど
何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが。わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様。先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。お前らの逃げ出せないじゃん。くっ。死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り。倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃん。腰を減しようになるのはな。
りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあ逃げるなら今のうちじゃ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。来るぞ。早くしろ。精一杯やっておる。身を振り落とせ。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。つまらぬ役目よ。人殺し、犬畜生め。お前など殺める価値もないと言ったが。お前の先は誰もよ。お前は殺すやろ。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。
ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重い。引き算じゃ、切り刻んでやる。おめえみたいなことは相手にならねえ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。逃げるなら今のうちじゃ。女をすぐさま離せ。化け物めよ。しようって。お前は。何もかも取られた。何もかも。
雷神様の怒りのようじゃ。二度と。いつらまだいるのか。もう全て失っただ。どうかどこへ行ったんだ。ダメだ。近所に顔を向けばできない。中にまだ誰がおる。血だものともめ。水行こうと来てくれ。早く。